前節今シーズンリーグ戦初勝利を挙げ順位も9位に浮上。このまま上昇気流に乗りたいアビスパ。次なる対戦は今シーズン未だ無敗のライバルサガン鳥栖との九州ダービー。今回はサガン鳥栖とのコラボポスターを作るなど両ホームタウンを挙げて盛り上げています。合言葉は福岡が勝つ。ダービー限定グッズのマスクをつけて長谷部監督が高ぶる気持ちをあらわにしました。いいマスクですね。はい、この通りなるように頑張ります、このダービーというのは特別なものです。少なからず強い気持ちを持つことが大事だと思います。お互いの強い気持ちをぶつけ合ってまずはいいゲームになるように、なおかつ勝てたら一番いいと思っています。選手はもちろんサポーターも激アツになる九州ダービー。声援が遅れない今もその熱は変わりません。福岡と鳥栖両方でプレーした金森健志選手は特に熱い気持ちで臨みます。僕は福岡出身の選手ですし、アビスパ福岡の選手としてプライドを持って戦いたいと思いますし、絶対に勝つっていう気持ちを持って非常に燃えてます。ただでさえダービーは特別な試合ですが、今年はさらに注目度が高いんです。それはフライデーナイト J リーグ。2018年からの取り組みで毎節全試合の中から一番の注目カードを金曜日の夜に開催。今回の一戦はアビスパにとって初めてのフライデーナイトなんです。 J1 の金曜日で非常に注目されている試合でもあるので、アビスパが強いというところを全日本に示したいなと思ってます。選手も監督も気合いマックス。合言葉は福岡が勝つ。アビスパ初のフライデーナイト九州ダービーは明日夜7時ベスト電気スタジアムでキックオフです。こんばんは。さあこちらがですね、選手監督とお揃いの限定マスクなんですけども、いいですよね。福岡が勝つとね大きく書いておりますけどもね、このマスクなんですけども明日の九州ダービーの来場者先着5000人にプレゼントされます。まだねチケットは販売中ということなので、このね福岡が勝つようにベーススタで応援しましょう。